ガンバ大阪に所属する宇佐美貴史の妻で、フリーアナウンサーの宇佐美蘭さんが5月6日、自身のインスタグラムを更新。夫の28回目の誕生日と結婚記念日に撮影したスナップショットを投稿した。画像を宇佐美貴史の妻、蘭さんが投稿した夫婦ショット。2011年に結婚した2人には、15年に長女が、18年には次女が誕生。今日は夫のお誕生日です。娘たちとパウンドケーキを焼いてお祝い。次女はつまみ食いしてただけ。28歳も元気でサッカー頑張ってね、と綴った投稿では、2人のまな娘が夫と共に誕生日ケーキのろうそくを吹き消す様子など3点の写真を公開した。また、数時間後には夫から結婚記念日の花束を受け取るツーショットも公開し、夫の誕生日は結婚記念日。結婚9周年もう人生の半分以上一緒だ親友、兄弟、みたいな関係ですが、ずっと大好きな人です。いつもありがとう。これからもよろしくね、と綴った。これらの投稿には多くのファンが反応。パパ嬉しそうやな。旦那様おめでとうございます。パパに似てる。素敵夫婦。大好きです。ラブラブが超素敵。などとコメントが寄せられている。昨夏の移籍市場で古巣に復帰した宇佐美は、尻上がりに調子を上げ、J1 リーグのラスト5戦で5発と進化を発揮。妻の献身的なサポートを受け、今季さらなる活躍が期待されるところだ。構成、サッカーダイジェストウェブ編集部。